2019年面白かったテレビランキング、国内バージョンと海外バージョン。国内ドラマか映画。自分の国内ドラマじゃないけど、第5位はソードアートオンライン。外国人の子供から教えてもらってハマった。10歳の男の子に教えてもらってハマった。ハマったって。第4位がさ、ちょっと迷ってるんだけどさ、ブラッククローバー。ここまでが番外編。じゃあ第3位、ドドドドドン。3位、同期のさくら。さくら。うん。さくらさくら、にゃー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 。第3位はドクターストーン。科学の話をする、なんか実験みたいなんだけど。あ、3000年前に戻ったの。3000年経ったんだけど、もう人類が全員石化してたからさ、建物とか全部ボロボロになって、うん、ジャングルみたいになってからさ、もう野生動物が普通にいるような世界になっちゃってからさ、もう何もない時代から石器から始めて、うん、この何百年 何千年って今までの文明を作ったものをさ、うん、急ピッチでやってから、うん、今電話作りやったから。でもとってもでかかったよ。でもが、うん、どんなって持つようになった。持つようではない、どこにいても通信ができるみたいなやつを作ってた、うん、そう。じゃあ続きまして、第2位。2位、ダダン。昨日何食べた。うん、ご飯が美味しそうだった。とお二人の可愛さ。可愛さ、カミングアウトしなくてもいいような世の中。これが普通な世の中、うん、カミングアウトっていうことがなくてもいいように、カミングアウトしなくても特別視するようなことがないような時代になったらいいなって思ってる、うん、可愛かったって二人が、うん、第2位、じゃじゃん、鬼滅の刃。お、昨日のもうシーズン1全部見ちゃったんだからさ。これはキムリトさんが見てるかしら、うん、早く次の出ないかなって待ってるんだけど、出るのか分からんけどさ。じゃあ続きまして第1位。絶対一緒でしょ、一緒に言う。違うと思う、絶対。あ、そう。全部アニメでした、あえて。あ、そうなの。あえてアニメでした。じゃあ一緒に言おう。いや、一せーので、あなたの番です。ね、ピンポン。歌いたかったでね、うん、歌が出てこないってすぐ。にゃー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 。それかそれか、なんかわからんけどずっとサタコが出てきちゃって、ふるひとふる。なんで分からん。そんな歌だった。うん、怖いからな。あなたの番です でした。で、翔太くんファッションが好きになったらいい。うん、翔太くんになるって。日本男子もあのなったらいいと思ったってよ。大好き。日本男子さなってる。だから違うさ、みんなが、ね、自分の第一位、ダダダダダダン。今更感かもしれないけど、うん、フェアリーテイル。今更って言ったら今ナルトって言うと思ったって。ナルトも何年も前から見てるからさ、新しく見た、今年初めて見たとかなので面白かったって。シーズン11、12ぐらいまであるけど、フローが可愛いって。フローもショーもハッピーは、ハッピーはアイっていうのとシャルルとお魚、シャルルとお魚、シャルルとお魚っていう。可愛いよね、うん、いい。私見てないんだけど分かるけど外国人の友達でしょ、友達4年生よ、うん、ぜひフローを見てください。フロッシュ、泣けるシーンがあった。うるうるってしてる。夏。夏、うん、そうそう、主人公、ね、夏。見てない私でも分かるってどういうことって言えるよ。別の隣で毎日流れるからでしょ。お風呂場から聞こえるって。お風呂場が聞こえる朝。うん、聞こえるの。聞こえるよ。お風呂の中でさ、大音量で流してるけどさ、全然聞こえるよ。マジで。扉2枚も閉まってこっちも閉めてる。で、それが大きく、音が大きくなったら、あ、やばい、起きないとってなる。いい目覚ましだけになって。以上、国内版でした。続きまして、海外ベスト3だけど、自分はそんな海外の見てないから、特別編で5位と4位、海外番外編。第5位、じゃじゃん、 Please like me。 どんなお話？ゲイの男の子の話。ブラックユーモアと細かい人しかわからない細かいところ4位、うん、じゃじゃん、ユニークライフ。どんなお話？これは自閉症の男の子の話で、家族の話なんだけど、それがね、今シーズンでなんとね、お姉ちゃんがゲイだったことが分かったんですよ。お姉ちゃん？うん。あ、ごめん、妹。あ、海外でいうゲイのことね。いや、バイとかビアンってことでしょ。うんうんうん。妹が目覚めちゃった、うん、目覚めちゃった。面白かった。
ちょ自閉症の子が中心に 見てはいるんだけど、うん、イエーイってなったってもっと、うん、いや自分の第3位はさ、本当はこれ第1位になるやつなんだけど、歌う歌う、せーの、なー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 、なんだよかった、なんだよかった、イエーイ、ウエントワース、すごい、ウエントワース本当は1位にしたいんだよ、うん、年に1回しかシーズンが出てこないからさ、だからよ、もっと1年また毎年早く出ないかなと思うけどさ、だから3位にしたって、1年待たないといけない、待たないといけない、1年のためにフールを契約している私たち、最初のあれはね、ウエントワースは女子刑務所の囚人たちの話で、最初の主人公は B っていうね、うん、お母さんがあのお父さん殺そうとしてから、殺さなかったけど、うん、捕まってからね、その刑務所の中のさ悪いあれに負けじと戦ってボスになったんだけど、クソ野郎のせいで、うん、こいつをどうにかするために、監守長こいつどうにかするためにもうあえて自分が刺されて、うん、死んだ、それまでしてもこいつを戒めたかった、うんうん、実は大好きな彼女のためだったけどね、 B も目覚めたって、 B もアリーと目覚めちゃった、アリーと目覚めたの、 B 死んじゃったんです、一番泣いたってよねえ弟子ねでもちょ面白いから見てください。第3位、じゃじゃん、 You don't know me、うん、だったんです、あ、一緒、同じ、一緒だった第2位はさ、言っていい、自分今度は歌わなくていい、歌うって、うん、歌うなら1位がいいかな、うん、第2位はアラジン、あ、そうなの、うん、映画館で見てからブワッと鳥肌立った、映画館、アラジンよかったね、うん、あれは映画館で見てよかったと思った、うん、あれは絶対また見る、うん、ピントが悪い、あった、運動会しか出てこないんだけどね、よく考えたよね、第2位、じゃじゃん、タイニーハウス、毎朝見てる、毎日見てるよね、毎日見てる、ちっちゃいお家は毎日見てます、うん、だから夢を毎日描く大きさとも、なんかね、うん、この家でも物をどこにどう置くって考えるぐらい困ってるのに、スペースがあるから物を置くさ、それスペースなかったら置かないよ、9坪ベスト、2階建てだよね、もう2階っていうかロフト、ダメダメダメ、年取ったら2階に上がれないって、どんな話かしたっけ、タイニーハウスの注文を受けて作るっていう夢のあるお話、夢のある話、うん、第1位って当たるとも同じの、思わないよ、嘘、うん、じゃあこの存在忘れてるかもしれない、うん、歌ってあげる、え、歌う、歌う、うん、いっせーなーで、チョーコレートチョーコレなんでよかった、ね、でしょ、うん、第1位は世にも不幸な出来事、ネットフリックスオリジナルのやつ、面白かったってムカつくのがいっぱいいたよね、オラフだ、オラフ、もうあの子たちには幸せにぜひなってほしいと思う、可愛いのにね、あの、うん、大きくなったよね、赤ちゃんもね、赤ちゃん大きくなったって、しかも何でもかじる、ガッちゃん、待って、うん、私1個忘れてた、じゃあ第 1.5 位作る、うん、じゃあ第 1.5 位、じゃじゃん、ストレンジャーティングス、どんなお話、80年代スーパーパワー使える女の子がいて、魔物を倒すわけ、見えない魔物、めっちゃ見た、多分なんか2週間ぐらいで3シーズン全部見た、うん、船乗りの洋服着る、あ、あこいる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 、なんかに感染したとかみたいな、裏の世界があるみたいな、うん、そこに友達一人がなんか女の子みたいな、囚われたみたいな感じ、その子を探すみたいな、一人だから超能力みたいな持ってる女の子がいて、鼻血出す女の子、そうそうそう、スーパーパワー使った鼻血が出るわけ、でもその子がいないともうこの魔物倒せないわけ、うん、じゃあ流行るもう数ある映画をさまざま見てきた、ネットフリックスさまざま見てきた彼女が言う第1位は、せーの、クイアアイ、またゲイ来た、またゲイまたゲイ来た、ゲイ、私ゲイが多いね、じゃあクイアアイはね、心理的にいいと思うんです、自分に自信のない人たちが前向きになっていく様子、外見も中身も素敵にっていうキャッチフレーズがあるけど、素晴らしいと思ったって。というわけで、うん、2019年テレビ映画ドラマアニメランキングでした、うん、何がおすすめあったら教えてください、うん、アニメもお願いします、アニメはね、あんまり考えなくていいからさ、楽なんです、重いのもあるけど、すっきり見れるって、まあ、非現実的だからね、現実逃避、うん、意外と盛り上がったかもしれない、うん、意外と当てられた、うん、自分の考えてること、じゃあまたねー、またねー。
母さんにもらったモンブラン賞味期限昨日って言ってからもらった